どうもみんなお久しぶりです、トーモツです。ということでポケパークウィーピカチュウの大冒険やっていきたいと思います。今日何すんのって話なんだけど、もう俺90時間やってたんだとんでもねえ時間やってたね。ポケパークで遊んでいきます。今回はね、なんかポケパークで面白いことできないかなっていろいろ企画考えてたんだけど、今回ねシンプルに伝説のポケモンと力比べをしていこうってことでやっていきたいと思います。前回ねやったんだけど、もう3年前とかね、それぐらいの話なんでどちゃくそ前だけど、やっていきたいと思うんだけど、ポケパークにね力比べをできる伝説のポケモンは4匹いるんだけど、まず、1匹目がセレビーだね。全種族値100、ちなみにピカチュウが90なんだけどね、素早さはセレビーの方が早いんだけど、この幻のポケモンセレビーと追いかけっこしていきたいと思います。君大活躍だったね。シングルエースでもみんなと楽しそうに遊んでた。僕も君の友達だよ。追いかけっこしよう。この雰囲気どちゃくそ懐かしい。今日どちゃくそって言い過ぎだけど、しましょう。うん、僕の力見せてあげる。はい、なんか光ったやばい、懐かしい追いかけっこが。なんかねセレビーはずっとここぐるぐる回ってるだけだったような気がするんだよね。だからずっと左ボタンをね入れ続けて動きたずっと左ボタン入れ続けて、走り続けると勝てるっていうね。あら、あっけなかったな。あれ、まだ収録時間1分も経ってないんじゃないか。君すごいや、本気の僕に追いつくなんて。おお、あっけなかったね。さあ次のね幻のポケモンなんだけど、ストーンゾーンにいるってことで、このお友達のフワライドにストーンゾーンに連れてってもらおうと思います。なんかくっそ久しぶりにさ、こういうポケパークみたいなほのぼの系ゲームをやると心が洗われるね。うわー、かわいい。これ俺ショートでもあげたけど体勢崩したら絶対死ぬよね俺。あぶね。あ、ちなみにあの虹はね全員と親友になったっていう証です。まあ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 、どのような過程で親友になったかっていうのは僕の実況をご覧ください。さあねストーンゾーンの、伝説幻のポケモンなんだけどね、こっちを坂下って左かな。あ、まあ、操作がね、ちょっとこれ一つ言っときたい。こいつ操作下手じゃんって思われるかもしれないんだけどね、ポケパークの操作がどちゃくそ難しいからね、ちょっとなんかね滑るんだよ。なんかターンが効かなかったりちょっとねやりづらいところがあるので、そこはねなんかこのゲームディスるみたいで嫌なんだけど、心に、頭に入れて見ていただきたいなと思うんだけど、この辺にいなかったっけ。あれ、いなくなってる。あれ、敵前逃亡。あ、いた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 。74で願い星ジラーチです。確か俺ねポケパークのシリーズ実況の中で多分ジラーチと力比べしてないと思うんだよね。目が覚めたらここにいたの。すごい寝相が悪いのかなまあ冗談冗談。ジラチは1000年間眠り続けるポケモンなのでね、多分そういうことなんだろう。君たちが不思議花のアトラクションで楽しそうに遊んでいるのを見たよ。僕も君の友達、遊ぼうよ。追いかけっこしようよ。やってみましょう。ちなみにね一つ言っときます、このジラチねセレビーと比べ物にならないぐらい難しいから心してかかれよ。ふふふ、始めるよ。じゃあやっていこう。懐かしいジラーチ、ゴー。ジラーチはねもう何回やっても多分、いって邪魔だぞミラあーこれ勝てねえわ多分。ジラーチは何回やっても同じコースを走り続けるので、ここ左、そうコースさえ覚えとけばそんなに苦じゃないかなと思うんだけど、あーもうこれね多分勝てないっすわこれ勝てねえわ。しかもね対戦時間、追いかけっこの時間がめちゃくちゃ短いんだよ。30秒とかぐらいしかないんじゃないかな。まあすぐ進んでも多分この辺でね、ああもう進めなくなっちゃう。すんげえ強いジラチ歯が立たねえ。もうおしまい、また遊ぼう。煽られてる。ちなみになんだけどさ、ちょっと思ったんだけど、目が覚めたらここにいたのっていうことはさ、さっきもジラチって1000年間眠り続けるポケモンって言ったじゃん。っていうことはさ、1000年前この遺跡にいたっていうことは、やっぱりこの昔、この遺跡は昔からあるってことなんだろうね。由緒ある遺跡なんだろう。不思議花のアトラクション。不思議花のアトラクションもね、楽しかったよね。なんだっけ、フリフリ、なんだっけ、スイングロープだっけ。追いかけっこしていきます。ジラーチは、もうね、スタートダッシュが肝心がちで。ここ、オッケー。で、ダッシュのコツなんだけど、もう邪魔どう見る、マジで。あそこに配置したやつマジで許さん。
1ボタンでダッシュができるんだけどね、1ボタンを連打しててもあのダッシュする瞬間って若干スピード落ちるんだよ。だから勝てないんだよね。だからいい感じのタイミングでダッシュをしつつでコーナーを攻めていく。ここで勝てるはず。よーし来たー、2回目。このジラーチに勝つまでね、俺実は収録前にね30回ぐらい戦ってるんじゃないかな、わかんないけどそれぐらい強かったんだけど、もう慣れたわ。勝てると思ったのにな。また遊ぼうね。皆さんも地獄を見ないように頑張ってください。さあやってきましたマグマゾーン。ここはね溶岩のねゾーン、すっごく熱いゾーンなんだけど、さあここで誰と戦うかっていうとドガンとグラードンこんな伝説のポケモンが普通にいていいのかね、こんな場所にもっとなんかさ奥底の方にこのマグマの中にいたりするようなもんじゃないのかな。まあとにかく言っててもしょうがないんで、グラードンと力比べをしていきたいと思います。でかいな。なんかここの尻尾がさすごいなんだっけ、熊の手、なんかさあれみたいだね、熊の手みたい。このゾーンはポケパークの昔の姿に最も近い。この暑さが俺にはちょうどいいなんか暑さがちょうどいいって言ってるけど、他のポケモンも普通にいるんだけどな。大した暑さじゃないんじゃないのお前暑さ苦手実は。お前も俺もお前の友達に加えさせてもらったぞ。良いところに来たな。力比べをしないか。バトルで勝負だ。そうグラウダーバトルです地面タイプの伝説のポケモンが一般、おお邪魔だ粘土ド迫力。地面タイプの伝説のポケモンが一般電気ポケモンに戦い挑むなんてお前勝って当たり前だからな、逃げろ。何してくるんだこいつ。まず制限時間が100秒だからチンタラもしてられない。でちなみにね、サイドステップとかもできますこのゲーム。アイアンテールと10万ボルトとダッシュが、使えるんだけど、10万ボルト効かないので、アイアンテールとダッシュでどうにかするしかないけど、危ない連続引っかき、逃げろ。5連続ね、逃げろ逃げろ逃げろ、あぶあぶあぶ。でこれ終わったところで、ちょさっきも言ったけど操作がむずいんだよこれ。ダッシュ、オッケー。でダッシュするとグラード重すぎるのでこっちがひるむと、ダッシュここだ、オッケー。お互いひるむので、でこれダッシュで姑息に攻めていくしかないねこれ、オッケー。あぶね、これねアイアンテール決めたいとこなんだけど、これとどめにアイアンテールしないとね、あぶね、距離感つかめずにこっちがやられるんで、よいしょ逃げろ。試しにアイアンテールやってみようか。一回引っ掛けを出させる。ここだな。アイアンテール。あれ今アイアンテール入ってないな。ここでアイアンテール。あ、決まっちゃった。ああ、倒しちゃった。弱っ。さあ、4匹目の最後のポケモンになります。ちょっとね、ここハウスゾーンっていう不気味なエリアなんだけど、いるかな？あれいないな。あれあ、いた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 。ダークライ。多分俺がトップクラスに好きなポケモンなんだけど、めちゃくちゃかっこくね、ダークライのデザインって誰か考えたんだろうこの洋館なかなか居心地が良いな。うわー、もうなんかすっごく邪魔してくる、いろんなポケモンが。このパークを守ってくれた礼を言うぞ。私もお前の友達だ。力比べをするか。バトルで勝負だ。よーしやっていきましょう。ちなみに、ポケパークってね、ポケパーク今やってる Wii ピカチュウの大冒険とポケパーク2ビヨンドザワールドっていうのがあるんだけど、ダークレイラスボスです本気で相手をしよう。さあ本気のダークレイ。ちなみにダークライは10万ボルトは効くけど、個人的にはグラードンより全然強いと。逃げろ逃げろ。そうこれがね、これが超強い。なんだっけ、今のさシャドーボールみたいな3連続シャドーボールみたいなやつ、これホーミングしてくるんだよね。だからジャンプは避けれないのか。あーもう覚えてないな、遥か昔にやったやつなんでね。あーやべ、もう体力半分になっちゃった。あーダメだ。そうこのダークライもね、なんかねさっきパークを守ってくれた礼を言うぞみたいな言ってたんだけど、ポケパーク2ではパーク壊そうとするからねこいつ多分同じダークライじゃないんだろうな、別のダークライなんだろうな。ほら守ってくれた礼を言うぞって違うダークライなんだ多分。バトルで勝負。あのシャドーボール3連続どうやって避けるんだっけな。多分ダッシュで避けるしかないのかな。多分ダークライはね、離れすぎちゃダメなんだと思う。痛い。あ、これしまって、マジ。なんか、なんつうの、この、はめ技？起き上がってすぐにさ、よしよしよし。起き上がってすぐにこれ、シャドーボール入れてくるの、マジでやめてほしい。で、ぐるぐる回って、ちょっとずつ距離を詰めつつの方がいいと思ったの、僕がバカでしたね。アイアンテール。ここで、こっちがはめ技できるんじゃない？後ろに回って、
そうそう、ここでアイアンテールでさ、一回無駄にアイアンテール挟むことで、あ、来た、はめ技決まった無駄にアイアンテール挟むことで相手の後ろに回り込む、この小技ね、みんなも試してみてね。いいバトルだった、また会おう。さあ、このチンゲなピカチュウが伝説のポケモン4匹倒しちゃった。伝説のポケモンって実はあんまり強くない。